な。昨日ね、ノーマークです。昨日本当にね、ワクチンのね後遺症か知らないですけどね、胸に激痛走ってね、心膜炎で診断されたんですよ。死ぬかと思ったんですけど、本当に。まあ今日はどうにかちょっと復活したんで、また木曜日病院に行かないといけないんですけど、なんとかね、こんな感じでめちゃくちゃ盛り上がって、いやー女の子多いっすね。盛り上がりがすごいですね。